はい、皆さんこんにちは。今回は強靭な体幹を作るためのトレーニングを紹介していきたいと思います。で、今回鍛える部位は、まず腹筋、そして背中の脊柱起立筋、そして、肩になります。はい、で今回のトレーニングは、プランシュやフロントレバーの習得にもつながるようなトレーニングになっています。例えばプランシュのフォームで腰が下がってしまうという悩みだったり、あとフロントレバーで腰が下がってフォームが悪いという原因の、解決につながるかもしれないので、ぜひトレーニングやってみてほしいと思います。それでは最初に腹筋のトレーニングから始めていきたいと思います。で、腹筋のトレーニング、タオルを使った方がやりやすいものもあるので、ぜひね使ってやってみてほしいと思います。それでは早速やっていきます。
はい、以上が腹筋のトレーニングになります。で、3、4種目目が、難しいって方は、後で紹介した膝をつけるバージョンの、トレーニングを代わりに取り入れてみてください。はい、あと3、4種目目は、腰を痛める可能性もあるので、そこは注意してください。プランシェリーンの体勢を取るものが多かったと思うんですが、その時に胸の含みを意識して、プランシェリーンを行ってください。胸の含みを意識することで肩に負荷が入りやすくなります。そしてプランシェやフロントレバー、特にフロントレバーは腹筋の力がないと、腰が下がってフォームの悪いフロントレバーになるので、ぜひ腹筋のトレーニング取り入れてみてください。フロントレバー用の腹筋トレーニングとして、ちょっと難易度上がるんですけど、ドラゴンフラッグであったり、あと鉄棒にぶら下がって足上げ腹筋をすることをお勧めします。それでは次に、背中の脊柱起立筋の、トレーニングをしていきたいと思います。はい、以上が脊柱起立筋のトレーニングになります。普段はあまり脊柱起立筋自体を鍛えることはないと思うんですが、例えばプランシェをしている際には、実は使われています。で、プランシェのフォームで、腰が落ちてしまうという方がいれば、このトレーニングを行うことで、改善につながるかもしれないので、ぜひ行ってみてください。今回の内容は、以上になるんですが、自分はいろんな方の練習方法を見て、これがいいなと思ったらすぐに実践してみて、効果があるなと思ったら、それを続けるようにしています。なので今回の動画で、少しでもいいなと思うものがあれば、とりあえず続けてみてほしいと思います。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。